山川実高が公の場で初めての謝罪相手の女性とは、示談はしていない引退意識正直、ありました無期限出場停止中も野球しかない自らが起こした不祥事後、初めて公の場で口を開いた山川は、この度は私の私生活が原因でファンの皆様や球団に多大なご迷惑をおかけしてしまった。本当に申し訳ありませんと深々と頭を下げて謝罪。この日は秋季教育リーグ宮崎フェニックス。 リーグへの参加が球団側から正式発表されたタイミングだったこともあり、自分の口からしっかり謝罪をしたいと思い、球団にお願いしたという。さらに山川はこのようなコメントをした本当に私の私生活の至らなさ。これが全ての原因。ライオンズファン、多くの黒ロ野球ファンの方々を裏切ってしまい、悔やんでも悔やみきれない気持ちと繰り返し、その後は妻と娘にもたくさんの迷惑をかけて、 本当に申し訳ないです。知人女性側との話し合いに関して状況を問われると示談はしていないと説明し、詳細については、エ手の本もいるので、僕は個人的な感想や意見を話すことは差し控えさせていただきたいと思いますと述べるにとどめたのだった。そんな山川は果たして FA 宣言をするのか、もしくはどこかにトレードで移籍するのか、西部の残留するのか注目です。私の希望としては、中日にトレードで移籍をしてほしい。 巨人からの中田賞も考えられますが、年齢的に山川の方が若いことと、中田は怪我が多くて1年を通して出場できないことがネックである。中日でホームラン王を取れば一躍名古屋のスターになれるのである。山川と同じ沖縄出身の中地もいる。山川は若と自主トレをするほどだし、右の長距離法として参考にする選手はたくさんいると思う。皆さんは山川獲得についてどのように考えますでしょうかコメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。 いいねとチャンネル登録をお願いします。ペナルティがあって処分が終われば出るべきだと思うけど、無期限出場停止なんだけど、ケニックスリーグは OK とか無期限だけど移籍したそもそもそのチームでは処分されてなからその時点で出れるとか、謹慎中に FAK 取得とかなんとなくふわっとしてる気もします。ライオンズのチームとしての定裁を優先しているだけなように思う。シーズン終了時に出場停止解除にすればわかりやすいと思うんだけど、結局のところ、不起訴になっても選手として活動できないなら、 民事裁判でもしてどっちの言い分が正しいのか、きっちり決着つけた方がいいと思うんだけどね。今のところ世間を騒がしてチームに迷惑をかけたという理由でどのみちプレイさせてもらえないわけだから。そうでないなら、示談して復帰させてもらうようにお願いした方が良くないかそうですよね。 そんな簡単に時短成立することない。野球続ける道があるならライオンズに見そぎを果たしてもらいたい。FA 出た球団から話があったとしても自らライオンズに恩義を返したプレイを見せてほしいなと願います。とても複雑ですね。今まで応援してきたファンとしては完全に野球選手として接種生命が絶たれるの申しい気持ちもあるし、一方で起こしたことに対する疑念は不思議できない。何が真実かはわかりませんが。 相手が示談に応じないことは一つ大きなことだと思う。何をやるにしても猛省して真面目に取り組んでいくしかない。失われた信用はそんな簡単に取り戻せないから、野球で取り返していくなら、団体としては、一番被害被った西部球団と西部ファンだと思います。そして、山川選手は、野球で特別な才能があるのは、間違いないです。西部球団が残留を認める認めないに関わらず、FA して、西部残留して、また活躍していくことが、 野球で取り返していくことが一番良いかと思います。そして野球を通じて真摯に取り組む姿勢と位から出直した山川選手の一級一級のクレーを見せて時間をかけて取り返せるいろんなものをまた見せてください。当たり前だが野球選手はスポーツ選手は基本的に30歳過ぎたら良くて現状維持普通毎年だんだんパフォーマンスが下がってくる山川は肥満で怪我のリスクも高いし守備や走りで 結果を出せる選手じゃない。打撃は水物だからね。一年のブランクもあるし、清潔では海選手を使った方がチームの将来のためになる。まだ松井監督に直接謝罪してないのにびっくりしてます。すでに事件発覚から5ヶ月以上経っています。本人に本当に謝罪するつもりがあれば、すぐにでもいけたはずです。今回の謝罪会見も、不起訴の判断が下されたのはもっと前なので、本人が本当に謝罪会見を開くつもりがあるのなら、もっと早くできたはずです。 事件後の隠蔽もそうですが、どうも迅速な立ち振る舞いのできない性格なんでしょうね。まずは逃げてしまう性分で、どこか楽観主義でいつか何とかなるだろう。というのが本音なんでしょうね。多分迷惑をかけた球団や松井監督たちに後ろ足で砂をかけるように、サクッと FA 宣言しそうな気がします。野球選手として頑張りたいという思いは理解できます。今後どこになるか。彼としてはまずは今頑張れるところで結果を出すことしかないのでしょう。 ただビジネスとして考えたら球団がやはり手動があるというか、FA して獲得したいと思う他球団があればベストなのでしょうが、どうでしょう。西部のオーナーの話では FA してほしい印象を受けました。まさにビジネスを感じました。山川選手は複数年の契約を拒否したようですし、もし複数年契約だったら全く違うようになっていたかも。また今季は球団とっては迷惑。 損害をかむり大変だった。ビジネスだけで考えたら普通はもう契約したくないという状況だと思います。スポンサーも気にしないといけないでしょうしね。今回の山川選手に限らずに、よく使われる無期限という処分に違和感があります。無期限というと感覚的には厳しい感じを受けますが、勇気ではないので極端に言ったら適当な理由を作り、明日でも解除可能なわけですから、帰って勇気で1年とか2年と決めてその期間は活動ができないよりも楽だと思う。 つまり無期限という一見厳しく見えるイメージと、世間の空気によっては期間の変更ができる、計算のもとの処分内容と感じる。中田はチーム内の揉め事だったので出るしか選択しなかったが、 今回のような個人の事象であれば遺跡前提でなくて良いと思う。FA 取得したタイミングかもしれないが、まずは西部で1年間恩返しを兼ねた貢献をしてからの FA がファンに対しても良さそうに思います。山川氏には申し訳ないが不起訴という判決が余計に扱いを難しくしているように思える。被害者感情を考えれば今まで通り試合に出場させるわけにもいかないし、不起訴なのに対談や必要以上に処罰を与えるわけにもいかない。丸く収めるには処遇を球団任せにせず、 山川氏が自ら判断するしかないのではないかと思います。報道が出た時は引退しかないと思ったが、不基礎となった今では考えが変わった。苦しい時に支えてくれた奥さんや子供を大切にして、こんなことがあっても離れずに支えてくれた人を大事にして、その支えてくれた方たちのために必死な姿を見せてください。打ち合いと対談した時のように野球に動力な姿勢で、復帰に懐疑的な方たちも納得するような態度で、山川選手について特に好きな選手というわけではないが、 復帰が決まって野球で恩返しをすると言っているのでその結果どれだけ活躍するのか見届けたい。